第2外国語でドイツ語は取ったんですけど、それ以外に去年はロシア語、今年はアラビア語を取って、そのいろんな言語をやって思ったのは、それぞれの文化をちょっとずつ知ることができる。例えば日本語でしか表せないその表現方法がある、英語でしか表せない表現方法があるっていうのと同じように、それぞれの文化圏でも同じような言葉が存在して、ちょっとだけその文化に触れることができるのがとても楽しいです。何語でどういうところ、そうだな、どれも面白かったんですけど、ロシア語に関してちょっとお話しすると、なんだろう、発音が変わるんですよ。その日本語で「私は」をその表記にすると「私は」って書くと思うんですけど、「は」って発音しないのと同じで、なんだろう、そういう発音がロシア語にもあって、沖縄ってロシア語で書くと「あきなば」になるらしくて。北海道も八海台になるらしいんですよ。だからそういうのを見て、あ、こういうところでもう発音が変わってしまうんだ、面白いなって思ったことがあります。